どうも、内山美です。あーちゅことバーカーちゃん、今日ねゆっくりできる一日だったので、そんな中何をすると言ったらレジアイスですよ。まだね2回しかチャレンジしてないので、それはね前回の動画で収めてありますので、2回戦目2日目、今回も捕まえに行ってきちゃいたいたいと思います。レディゴー。めっちゃ不安の中今からバトル開始になります。今変な時間帯に来ちゃったからか、周りに7人らしいんですよ。協力プレイでね、レジアイスってめっちゃこう見て見て、これもう見てからに鋼の頑丈な防御体制抜群みたいな感じじゃないですか。7人でいけんのかな、めっちゃ不安なんですけど。今回はね黒リザードン使いたくて、黒リザードンからのリザードン、まあ好きだからね、なんだけど、ちょっと7人だと思わなくて CP があんま高くなかったんだよね。どうだろうって感じ。真ん中の秒数でレジアイスの真ん中まで削れてたらいけるんだよね。あー、せっかく来たからこれはねゲッチャレまで行きたいですね。なんかちょっと今200秒だけど、なんかギリギリな気がする。やばい。そういえばポケモン GO で春になってからイベント目白押しじゃないですか。新しく備わった機能とかいろんなのが出てきて、もう私もう若干何が何だかもうお祭りサイトでついていけてません。そんな中で一番気になってるのが、今度カビゴンがフィールドタスクでゲットできるようになるじゃないですか。のしかかりを覚えてるカビゴンをゲットできるってことなんで、私それ覚えてるカビゴン持ってたかなと思って見てみたんですよ。そしたらカビゴン自体が2体持っていて、そのうち1匹がねのしかかりを覚えてるものを持ってました。ポケモン GO 自体はリリース日当日にダウンロードしてて、あの時はねカビゴンが野生で発見できた時はもう超嬉しかったね。懐かしいわ。一番最初にカビゴン見た時は出会ったんだけど、タップしていなくなっちゃったんだよね。そういうあいなくなっちゃった。でももう一回いきますね。すぐ入りました。今真ん中ぐらいまで削れたけど、どうだろう。だってもう140秒でこれぐらいでしょ。なんかやばい気がしてきた。約2分であとこんだけ削んなきゃいけないんだよね。どうなんだ、私の理論的にイメージなんだけど、一番最初のバトルパーティーって周りの方も強い CP の最強メンツで行くじゃないですか。だから同じ半分の秒数で削れたとしても、残りの半分ってセカンドパーティー、いわば2軍なわけじゃないですか。だから前半のように削れるかって言ったら CP が弱い子が入ってきたりとかするから、やっぱいけないんじゃないかなって思うんだけど、どうなんですか。なんか経験ある方ぜひぜひ教えてもらえると嬉しいっす。やば、私の中でどんどん死んでる。レジアイス全然削れない、やばくないこれ。頑張って。あとはね、何だっけ、ローラン卵、フレンドから送られた卵を孵化させると、このアローラ地方の特別なポケモンがもらえるって言ってたんだけど、なんかそっから出てくるポケモンって4種類だけじゃないですか。言ったら4種類だけなんですよ。でなんか本当のリアルに一緒にこう回れるような仲間って本当に少ないから、なかなかねフレンドはいないんだけど、まあ4種類ぐらいだったらなんとかなるかなと思って、私は今ゆっくりしております。残り20秒、
っと待って、ギリギリ、え削れるんか、これ無理じゃない、いや10秒だよ、やばいやばい、98、やばい、え無理だ、えお願いお願いお願い、2、やった0秒、危ない、よかったよかった、あ0秒の奇跡。さあそれではこれから落ち着いたところでゲッチャレ行ってみたいと思います。あー焦った、ボール10球ありますからね、あれサークルの位置が真ん中になった、はい、いやノーマルか、サークルの位置今までさ、このさてっぺんのさ触角みたいなところにさいましたよね、サークルの位置が真ん中に変更になりましたね、これはあ、なんか若干右だね、私全然いいところに入ってませんね、よっ、あまだ右だ、うわー修正できないね、ノーマル炸裂ですよ、せっかくならね今回レジアイスが2日目なのでグレート、いやまたはねエクセレントいけたらいいな、おお来た、よし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 、はい、はい、今回のレジアイスって結構威嚇してくれるから、おいポンポン流れますね、よしエクセレント、分かった、エクセレントの位置が分かりましたよ、これで残りの5球もエクセレントだね、確率が上がると思うので、おおちょっと左だったけど、まあ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 エクセレント動かないといいね、真ん中に、おお真ん中にいてくれるといいですね、やったー、よし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 、レジアイスゲットだぜ、やりました、お全体的にとても強いぜ、まずは1匹目ゲットです、出す、はい2カ所目に来ました、こっちはねいい感じで割れたてすぐに入ったので20人パンパンマックスのパーティーに入れました、今回もリザードンとファイヤーとブスターエンテイのパーティーで行こうと思います、こうやってね人が多いところに来ちゃうとね黄色チームはなかなかねボールが少ないんですよまあ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 ね、まあ、しょうがないですよこれは、まずはねゲッチャレまで行く方が大事でございますからね、さあ用意スタート、行ってみよう、アローラがね結構可愛い見た目だなっていうのは思うんだけど、それ以上に私の中で知識がないので、あでもあれですよ、コラッタは捕まえましたよ、ただね2体だけぐらいしか捕まえてない気がする、なんかビジュアル面なのかなと思って、黒いコラッタさえいればいいやみたいな感じだったんで、あんまりね一生懸命捕まえてはなかったんですけど、結構 CT があんまり強化してないから人数少ないなギリギリだなっていう時に、その時のレードの時に使えるポケモンをめっちゃ強化する時用に取っといちゃってるっていうのがあるんですよ実は、さっさまずはね200秒以上残して、問題はここからですよ、ボールがいくつなんだっていうね、はい7球では7球でゲットチャレンジいってみたいと思います、さっきねゲットできてるからなんとなく心の余裕はちょっとだけあるんですよ、でさっきでエクセレントをね、はいちょっと待ってね、おお来た来た、さっきでねエクセレントのコツをつかんだので、今回捕獲率いいんじゃないですかね、今だいけ、うーんこっち思ったよりねひょいって思ってる、ちょっと左斜めにね打ってますね、レジアイスはね結構投げやすいかも、
いいね。鳥みたいにこう上下のあるとちょっと私血迷っちゃうタイプ。あ、ポンポン投げれるわ、いいわ。あ、ちょっとね、喋りながらだとやっぱ今ね、ノーマルと距離が短かったですね。うん、残りは3球、やばい。よし、集中せねば。どうだ、どうで。ああ、捕まえたと思ったんだけどな。うわ、2球、残り2球ってめっちゃプレッシャーなんですけど。うわ、ラス1か、マジか。お願い。よし、まずはエクセレント、エクセレント入ったよ。あとは、あとは、お疲れ様でございました。残念だったね。まあ2回戦中、まあ、確率 50% はまあまあね、前半でゲットできてたから、まあ良かったんじゃないでしょうか。今日の収穫は1匹ね、ゲットできましたからね。はい、こんな感じで。ちょっとね、本当にね、梅雨が明けてめちゃくちゃ暑くなってるから、みんな超水分飲んで熱中症気をつけながら楽しくお外で遊んでいきましょう。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムもいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。動画にならなかったところとかもね、写真撮ってたりするので、見に行ってもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。